はい、じゃあよろしくお願いします。時事問題の続きをやっていくんですが、今回最初にクイズをいつも出させてください。平成がついに終わります。まあ、平成30年間あったわけなんですけど、この30年、平成の時にカラオケで一番歌われた曲が何でしょうかっていうのが新聞に載ってたので、ぜひね、そっちのクイズを考えながらこの動画見てもらえたらと思います。で、今回はニュース4つ、穴埋めが5つありますので、ぜひね、動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にね、ちょっと知らないななんていうニュースがあれば、今から自分が簡単に説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1つ目のニュースからやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、行きましょう。で、まず、広い範囲で、まあ、関税の撤廃とか、サービス、投資の自由化を進めようっていうのを、まあ、今年ね、後で答え見たら、ああ、聞いたことあるって思う方多いと思うんですけど、それについてずっと話し合いが行われてましたと。で、それが、結局、12月30日に実際にも発行されるよと、まあ、効果がね、始まるよっていうとこなんですが、それが何かっていうと、まあ、回答欄がね、長いんで、ちょっとお待ちください。まず、日本語バージョンで、環太平洋、経済、連携、長い、協定ですね。合ってるよね。環太平洋経済連携協定です。で、これを、まあ、略称とかアルファベットを使って言うと、今年話題になった TPP って、多分聞いたことある方は多いと思うんですよ。TPP。これ TPP の話なんです。ただ、これ TPP じゃないんです。環太平洋経済連携協定始まるやつね。何かっていうと、TPP11 がつきます。11。TPP11 というので、ここ間違わないようにしてください。で、なんで11がついたかっていうと、もともと12カ国、まあ、12個の国で話し合いを進められてたんですけど、アメリカがですね、離脱したんですよね。まあ、これも話題になりましたけど、トランプ大統領がアメリカ辞めると。抜けると。だから11カ国になったので、それで TPP11 となっております。まあ、名前のね、ミス気をつけてください。いいかな？で、次スポーツです。ホニャララ選手が大リーグだね。新人王に選ばれましたと。いや、すごいですね。まあ、今年も話題の、多分、自分、時事問題違うところでもこの名前やりましたけど、問題で。大谷選手ですよ。で、大谷翔平選手ですね。が、新人王に選ばれました。すごいですね。で、ちなみに、この新人王に選ばれたのは、日本選手、大リーグのね、新人王は4人目です。で、おそらくね、これを出すときは、まあ、大谷選手で出してくると思うんですけど、今ね、こう、時事問題、実際にテスト出ましたよっていうのを写真で結構いただくんですよ。ありがたいことにね。で、その時に、この前何の問題かでね、その、選ばれたスポーツの問題だったんだけど、選ばれた1個前の受賞者誰でしょうみたいな、が出てて、1個前聞くって思いましたけど、一応言っときますね。で、1個前は、まあ出しやすいです。これ、イチローです。イチロー選手。で、その前が佐々木選手で、その前が野茂英雄選手なんですけど、野茂選手、佐々木選手、イチロー選手、大谷選手っていう順番です。1個前でいいかな。大丈夫だと思うんですけど、まあよかったら覚えておいてください。で、今回次ですね。ここはもう作る成功ってちょっとね、このマークがついてますけど、2022年度をめど、まあ、2022年ぐらいにってことね、防衛省が自衛隊にホニャララ部隊を作ろうってしてるっていうのは関係者がね、いっぱい言ってるっていうのがニュースになってたんですよ。で、何部隊かっていうと、これもね、俺とかちょっとワクワクするっていうのもあれか、だけど、すげえなと思って、宇宙部隊っていう。宇宙ですよ。宇宙。自衛隊に。を作るって。まあ結構ね、硬い話らしいんで本当だと思うんですけど。で、じゃあ何すんのかっていう。宇宙部隊を作ってね。で、これまず1個目が、1にとこうか。宇宙ゴミっていうのを、まあ回収するのか、まあそれに対処するっていう書き方をしてたので、まあ実際に行って回収しに行くのかとかちょっとわからないんですけど、宇宙ゴミに対して何かアクションを起こしていくと。で、宇宙ゴミ、まあゴミですよね。何かっていうと、結構衛星をさ、打ち上げたりとかさ、まあロケット打ち上げてやるじゃないですか。で、その時に、ゴミが出るんですよ。破片が出たりとか。で、それは漂うじゃないですか。宇宙をずっと。
で、その漂っている宇宙ゴミを回収するとか、まあそれに対して対処をしていくっていうのがまず一個書かれてたのがね。で、もう一個は、そのね、まあいろんなレーダーはあるじゃないですか。日本でもさ、そのお天気のさ、レーダーを使って天気予報とかするわけですけど、他の国で、そのレーダー何っていうのがあるらしいんですね。で、その他国のレーダー、そのレーダー何のレーダーだよみたいなのを、大丈夫かみたいな、それを管理とか監視する。そういうのをやっていこうっていう一応方針らしい。宇宙部隊っていうのはね、ができるかも。まあ、かもとか多分できると思うんですけど、まあ、そういう話が出てますっていうのはぜひね、覚えておいてください。で、最後です。最後です。で、これはですね、個人的に、まあ、時事問題テストで出るかって言ったら多分出ないです、これは。出ないと思うんですけど、先生が好きじゃなければね。ただ、例えば面接の気になるニュースとかで、この辺言えたらちょっとかっこいいなって思ったのと、個人的にテンション上がったんで紹介します。マサチューセッツ工科大学っていうね、まあ、すっごいもう優秀なアメリカの大学があるんですけど、研究チームがですね、飛行機あるじゃないですか。飛行機に、ほにゃららも、ほにゃららもない飛行機の開発に成功したぞと。そういうニュースが載ってました。何がないのか。まず、飛行機なのに、プロペラがないんです、まず。プロペラ。あの、回るやつね。プロペラがないと。で、もう一個。エンジンがないんです。エンジンがない。プロペラもエンジンもないのに飛ぶ飛行機の開発に成功しましたっていうニュースが書いてあった。で、これ詳細を言うと、例えば人が乗れるみたいな、そういう飛行機ではないです。まだ開発段階、模型なんです、まだ。ちゃんとしたのでかいドーンっていう飛行機ではなくて、模型です。ただ、どのぐらいかっていうと、模型、だいたい5メートルぐらいの模型で、これすごい軽量化で、5メートルあるのに、重さが 2.3 キロぐらいしかないんだよね。そういう模型を作って、で、結局、そのね、室内で、実験してる様子があって、その室内が60メートルしかなかったらしいんですけど、60メートル飛んでます。これ、もし気になる方、これ映像びっくりするから、マサチューセッツ工科大学、飛行機とかで検索すると YouTube で動画が上がってます。もしよかったら見てみてください。ちょっとリンク貼るのはね、許可いただいてないんで貼れないんですけど。いいかな？これね、で、原理は、ざっくり言うと、その、まあ、電気の力を使うんですけど、その電気を、高圧の電圧を、電力を流した時に、その空気を、イオンを発生させるんですよ。窒素イオンだったかな、確か。を発生させて、そのイオン、ま、ちょっとマニアックな話ね。イオンを、その電極を移動させるんですよ。そのね。で、イオンを、その飛行機の後ろの方に移動させる。ようにして、その移動させた時のイオン風っていうのを発生させる。で、発生させて、その風を使って、それを推進力にして前に飛んでいくみたいな、いうシステムらしい。そう。でもこれすごい、なんかすごい、まあ、実際にね、使われるようになるのはまだ先の話だとは思うんですけど、まあこれから研究進めてって、まずドローンとかから実用化していこうみたいな。これが本当にできるようになったら、もちろん音もないし、ほとんど。で、そのなんだ、ガソリンとかは全く使わないので、あと、ガソリンか以外かな。そう、使わないので、環境にもいいみたいな。だから、これからすごい楽しみな実験だよと言われて、実験とかもね、開発だよって言われてます。ぜひチェックしてみてください。ちょっとテンション上がっちゃったら申し訳ない。いいかな。まあ、まあ、テンション上がって話してますけど、詳しいことはそんな分かってないです。専門ではないんでね。ただ単純にすごいなって思ったニュースでした。です。で、じゃあ、プチ情報、プチニュース2個やって、で、最後クイズの答えやって終わりましょう。で、まずプチニュース1個目なんですけど、これ下いけるかな？小学校の時に、学童保育っていうのを使ってた方いらっしゃると思うんですよね、学童保育。子供が集まって、例えば共働きでさ、家にお父さんお母さんいらっしゃらない時とかにそこで集まって過ごしてみたいなのがあるじゃないですか。で、学童保育の基準を国がやめたんです。で、これは、本当こんなニュースがあるんだぐらいで構わないんですけど、もともと学童保育って一箇所に二人職員が必要だったんですね。まあ、他にもいっぱいルールがあるんですけど、そういうルールを全部撤廃します。で、なんでかっていうと、とにかく人が足らないっていう、働く人が。こんな守ってらんないよと作れないと。で、まあ、少子化って言われてるんですけど、こういう学童保育みたいな待機児童も多いらしくって、まだまだ。だから数を作んなきゃいけないんだけど、人がいないからどうもこうもいかないみたいな。になって、で、まあ、こういう判断にされた。だからこういう基準が全部撤廃されてなくなりましたっていうニュースが入ってます。まあ、それでね、いろいろ、なんだ、仕組みというか、基準もなくなってしまうので、先生の質が下がる、その学童保育にいるね、
質が下がっちゃうんじゃないかとか、いろんな懸念がされてるらしいんですが、まあこれからどうなっていくのかなっていう問題ですね。1個目。で、もう1個はですね、これ、インドネシアのクジラの話なんですけど、ちょっと前の時事問題で、プラスチックのゴミを今世界的に減らそうっていう話が出てるっていう、スタバのさ、がやめましたよ、ストローやめましたよみたいな話もありましたけど、で、インドネシアでね、クジラが打ち上げられたんですよ、その海岸にね。で、その、まあ、胃の中を調べた時に、そのクジラの体の中から 5.9 キロだったかな、確か。5.9 キログラムのゴミじゃなくって、プラスチックゴミね。プラスチックのゴミだけで 5.9 キロクジラの中に入ってたと。例えば、ペットボトルとか、あとはあれです。買い物袋みたいな。もうレジ袋ね。ああいうやつ。だから、それだけもう海が、ゴミが漂ってる。誤飲しちゃったんでね、間違って飲んじゃう。それを泳いだらね、口の中入っちゃうからね。そう。ってぐらいに、今ゴミの問題がひどいと、ここに関しては。っていうニュースがあって、その、まあ、警鐘じゃないけどさ、世界的にね、大丈夫なのかって、やって減らさなきゃまずいよね、みたいな話になっております。いいかな？はい、ということで最後にクイズの答えやっていきましょう。で、まあ、有名だなんでね、あれですね、1位。まあ、カラオケ好きな方は、歌ったことがあるでしょう。1位は、ハナミズキだそうです。だからどうしたということは言わないでください。どうしても言いたかったんです。ハナミズキ、ヒトトヨさんね。なんだっけ、薄紅色のみたいなやつ以上ですでちなみに2位がモンゴル800の小さな恋の歌で、これは多分自分らはモンパチ世代ですけど、見てるみんなに関して特に歌い手さんが好きな方は、まあ、ちょっと名前出せないんですけど、ある有名なね歌い手さんがカバーしてますもんね、この歌。多分それで知ってるから、小さな恋の歌で。3位は残酷な天使のテーゼ、エヴァですね、まあ、主題歌。まあそんな感じで、で花水月1位、まあ、個人的にちょっとびっくりだったんでね、書かせてもらいました。以上です。はい。ということで、今回11月の時事問題は以上となります。で、12月はですね、多分体調崩さなければ、前半と後半で分けて撮ることができると思いますので、もしよかったら12月の方もね、時事問題ぜひ見てみてください。では、今回の動画はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。